津別町相生に来て10回目の冬なんですけど、今までで一番積もったような気がします。であんなに雪が少ない少ないって言ってたのに、帳尻合わせ異常の雪が降りました。でもね、雪は湿り気のある雪ですね。やっぱり春っぽい雪。もうやっぱり氷点下20度30度になったらサラサラのねパウダースノーなんですけど、もうね3月はやっぱり春の雪ですね。杉ちゃん、何なんかいい匂いする？でね、コメント欄でね、ノーリード羨ましいですって言われるんですけど、そうなんですよね、過疎地暮らしの特権ですね。でもノーリードをするのは雪の降ってる季節だけなんです。やっぱり雪解けが進んでね、暖かくなるとマダニとかがねやっぱり出てくるので、あまり草むらには入らないようにしなきゃいけないのでね、リードはつけて散歩しています。だからこうやって自由に走れるのは雪の間だけ。除雪された雪が両側に盛り上がって川がなかなか見えません。春までは遠いですね。雪降ったり暖かくなったりが繰り返してやっと春になります。お、いい景色です。青空も見えてきました。やつき、おいでおいで、やつおいで、ちくおちく、おや交通安全の旗です。
昼近くになってから雨が降ってきましたね。ナスビとピーマンとそれからニンニクと生姜。
ライカレー作ります。スプーン